皆さんこんばんは。東京戻ってきました。衆議院議員の原口勝弘です。今日はですね、2月7日ですから、北方領土の日ですね。私も20代の頃から末次一郎先生についてですね、北方領土返還運動、日露議員連盟ということで、モスクワに行ったりですね、サンクトペテルブルクに行ったり、日露賢人会議っていうのでですね、ずっとやってきました。ユジノサハリンスクで、末次先生とですね、一緒に、ちょうどもうロシアが民主化する過程でですね、日露賢人会議、1年の冬だったと思います。やろうとしたんですけど、先生体調壊されてしまって、私たちだけになりました。でもその間にですね、東京宣言からイルクーツク声明に至るまで、領土問題があるということをロシアに認めさせて、そして、プーチン今の大統領にですね、署名をさせたと、もう画期的なことをなさって来られたわけですね。でもそれがですね、この安倍政権でもう完璧に水泡に帰してしまいました。我が国固有の領土ということも言わん、不法に占拠されてる、占有されてるということも言わんどころか、北方領土にですね、S-300 が配備をされても、まともに反応してないでしょ。本当にですね、ひどいことになりました。もう、日ソ共同声明あたりまでですね、いや、それよりかもっと後ろに下がってしまってるんですね。憲法をいじられてですね、この間ロシアの首相がですね、コメントをすると、それはもう憲法をいじってしまったから無理だと、そんな言い方がありますかね。私も何回もロシア側とですね話をしました。ちょうどソ連が崩壊した時に一番助けたのが日本じゃないですかね。でその時には日本のですね、ソ連派の国会議員がですね、今こんな大変な時に領土の問題を言うべきじゃないということを言って、でもその時に中国は領土問題を解決したんですね。もうロシアが領土問題を持ってる国っていうのは日本ぐらいのもんですね。バルト三国、ラトビア、エストニア、この三国、皆さんですね、歌う革命、ご自身の国の国歌を歌って、そして人間の鎖で戦車の前に立ちふさがって、そして独立を勝ち取っている、そういう国もある。でそれに対して3000億円ですか、日露の経済共同、それ日本がお金出してるでしょ。それ本当にね、その見返りって何かあります？いや、経済協力というのはお互い様ですから、それこそお互いがお互いをですね大事にしてるという意味ですけども、しかしこの領土の問題を解決をして平和条約と言ったことをですね、本当にこのエセ右翼政権とあえて申し上げましょう。このエセ右翼政権でですね、ボロボロにされたというのは、これ反論、どなたかお出来になる方があったら、どうぞ私に反論してください。そうじゃないと、いや、ロシアはちゃんと領土を返すつもりだという方がおられたらですね、どうぞ、教えてください。今言ったことを謝りますか？でも、謝るどころの話じゃないでしょう。今日立憲民主党はですね、枝野代表が北方領土の日記念式典に出ています。で、本当にその政権を取り返してですね、日本の国民の命と暮らし、そして主権、領土、これを保全したいと思います。東京タワー、真っ赤っかですね。さて、明日がですね、衆議院は、基本的質疑、
令和3年度予算案の基本的質疑です。今日もズブで原口勝博やらせてもらいました。若手の経営者の方からですね、今日は割と経営者の方が多かったですね。でもう口々に言われるのは、やっぱりその支援はありがたいけども規模に応じてやってくれないと、一律どうのこうのってやられた日にはもうとてもじゃない、事業を継続できないと。そういう中で10年間はやっぱりこういう状況をその見通せないと。だから10年間はしっかりとその政府が下支えしてお金を借りるにしても、もっと借りやすいものを、もうあらゆるものをやってるんだけども、従業員さんやっぱりこうたくさんの人たちを雇用してる。そうなるともうとてもこんな状況では無理だということをですね、口々に言われました。なんでよその国並みのことができないのか、本当にですね、不思議っていうか、国民が憎いんだろうかってさえ思いますですね。この後また、宿舎に戻ってですね、みんなと明日のチェックをします。で結局まだ、法案の説明とパラレルに予算委員会があったためにですね、金曜日の委員会質疑を全部見ることができてないんで、 YouTube で早送りして聞くことになります。皆さんもですね、まあいろんなポイントを他の国会議員とかも言ってくれてるんで、全部が全部こう8時間丸々聞くっていうことは難しいかも分かりませんけども、最初のですね、森本さん、それから森本さんの次は誰だったかな、岡田さんでしたかね、その、あたりまでは聞いていたわけですけども、ちょっとなかなか、その後、しっかりと聞き直さないといけませんね。国会議員は、いっぺんにですね、複数のことをいっぱいやってるんですね。でも、まあ、タスク管理っていうのはそういうもんで、頑張らないといかんなと思います。今日はですね、夕焼けの中の富士山がとっても綺麗でした。また窓際席に座れなかったんで、もうちょっとだけしか撮れませんでしたけど、いやーこれ窓際で撮れてたらさぞ綺麗だっただろうなと思います。じゃあ皆さん良い夕べを、ごきげんよう、失礼します。東京と佐賀だとやっぱり景色がちょっとだけ違いますね。はい。では、失礼します。